皆を笑顔にして差し上げたい。私たちにできることがきっとあるはずです。うしい、うまい、うますぎるぞ。当たり前だ、おねね様の手料理だからな。笑顔が輝いていますね。どうしてなのか伺ってみましょう。さすがお見事、至高の風を垣間見ましたぞ。さすがありすぎで、こんなところで負けちまうとは。終わらせます。我がコートさせてもらう。次に会った時覚悟しろよ。いつもすごく頑張ってるね。私あなたのために一生懸命踊るから。なんだ相当、さては料理を奪いに来たな。そうはさせるか。違うよ、私たちはただいい笑顔だから、その秘訣を知りたくて。味付けの秘訣をつかむだ。料理を奪う気か。おねね様が丹精込めて作った弁当、私はしない。出番です。料理が人を笑顔にし、時に戦いをも生む。人の心を動かすその力、見定めん。おねね様の料理が狙いじゃなかったのか。勘違いして悪かった。いいえ、おかげで少し分かりました。愛情のこもった料理が人を笑顔にするのですね。よっしゃ、待ちに待った祭りの時間だぜ。なんだかとっても元気そうな人たちがいるよ。その秘訣聞いてみようか。奏でよう。この中で一番強いのは誰か。男の中の男を決める。ガチの勝負だ。勝つのは大王や王閣様に決まってる。大王とて鬼にはかなう。こりゃ熱い喧嘩になりそうだ。たぎってきたぜ。さすが見事な働きを。そなたの部下が勝利を導こう。あなたこんなにすごかったんだ。偉い偉い。魂よ、終わらせない。今こそ攻め立ててやろう。敵心の力を無敵に打ち取った。さらば。来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。参ります。終わりです。終わりです。邪魔だ。叶う相手じゃねえか。いつもすごく頑張ってるね。私あなたのために一生懸命踊るから。あのとても元気そうですね。何をしていらっしゃるのでしょうか。なんだ、おめえらも混ざりたいのか。いいぜ、頭数が多い方が盛り上がるからな。そうですね、一緒に楽しめば何かわかるかもしれません。なんと熱き戦い。超本領押して参る。お元気なのは確かですが、その理由が何なのかまだよくわかりません。私の舞、心ゆくまでご堪能ください。あそこに踊ってる人たちがいる。なんだか楽しそう。行ってみない。抑えきれませんわ。この世界に光をもたらすため、舞ってみせましょう。うちの舞見て、あんまりしておくれやす。拙い笛の音ではありません。しばしご神殿の音が。さすがお見事、この具を垣間見ましたぞ。長年磨いてきた知略、味わうがよいぞ。やめよ。私には勝てんか。やめよ。参ります。
ける。終わらせない。いざ。いつもすごく頑張ってるね。私、あなたのために一生懸命踊るから。おいおい、我が自由で葬ってくれるわ。かなでさん、力を分けてやろう。そなたこそ真の三国無双なり。知力に挑むとは無謀だな。手なしだぞ、俺の反骨を。背中を見せるは恥だが、抑えきれませんわ。見てると心が温かくなる気がする。そんな風に踊れたらみんなを元気にできるかな。よろしければ一緒に舞いませんか。私の虜になりなさい。何かお役に立てるかもしれません。いいよ。打ち取りました。それじゃ私たちも思いっきり踊るからね。転入上等。奏でよ。軽やかな舞い、心地よい不安。我が部、新たな境地に到達できようか。皆様に幸せを願うお気持ち、よくわかりました。それほどの強い思いがあればことはなせるか。つれまい楽しおした。他の皆さんもほっこりさせておくれやす。皆を笑顔にさせる方法、少しずつ分かってきたような気がします。参ります。終わらせます。の蹴鞠に招いたのに誰も来ないの。一人で決まってもつまらぬの。あの人しょんぼりしてるし顔色も悪いよ。私たちの踊りと音楽で元気にしてあげないと。本当ですね。とても心配です。私たちで力になれればいいんですが。抑えきれませんよ。さすがお見事、至高の武を垣間見ましたぞ。私の虜になりなさい。あなた、こんなにすごかったんだ。偉い偉い。いつもすごく頑張ってるね。私、あなたのために一生懸命踊るから。俺の負けだ。なんと俊敏な動き。相手にとって不足なし。超文芸マイル。朗らかな笑顔を見せてくださったこと嬉しく思います。おお、そっちたち、みんなを笑わせたいのかの。それならちょうど良いものがおるの。呼んでくるの。連れてきたの。このものを笑顔にしてみせるの。の策を練っていたというのに想像し。ああ、抑えきれませんわ。これは学んできたことを活かせそうです。私たちの戦慄と舞いで笑顔にして差し上げましょう。参りましょう。ついならぬ恵みを。敵将にいきなり何を。わけもわからず命を捨てるわけには。こんなところに火種があったか。即刻もみ消さない。どうしてだろう。お三方とっても怒ってるみたい。私たちの思いが足りないのでしょうか。精一杯奏でましょう。さあ、かき乱してやろう。超守備じゃの。
そちの上手美の魔のは嬉しいな。この死ね組上もめ勝ったと思うなよ。私はクリーンになりなさい。私が負けただと。いつもすごく頑張ってるね。上等。私、あなたのために一生懸命踊るから。響け。我が前に立つと愚かな。マリア、これが魂の殲滅です。なんという舞踊。願いは込めて出番で参ります。共に奏でましょう。よっか。戦慄と舞は我らのために。そうとは知らず申し訳ないことをした。詫びはいらぬの。それより笑ってみせるの。のはっはっはよかった。不思議ですね。私まで嬉しくなります。文紀さんも笑顔になったことだし、めでたしめでたしだね。